ちは、ゆうりです。今日も見ていただいてありがとうございます。今日は購入品紹介していきます。こちらマック買いました。久しぶりにちょっとあの新作の商品ずっと買うのを忘れてたのと、ようやくね、まあ、買えたんで今回購入したのとか、あとはまあ夏に向けての購入品ですね、紹介していきます。フォーエバー21で買いました。結構、まあ、あの安いもんがあったので、今セール中なんでちょっといろいろ買ってきました。まあコスメ品なんですけど、まあ、それちょっと今日は紹介していきます。はい、じゃあ、まずマックからいきましょう。ブラックスパールフュージョンシャドウです。アンバーリュクスアイシャドウ、どう全部言っちゃった。これですね、結構オレンジ系のものを買いました。こちらです。あ、書いてたわ。はい、これですね、あの見たことあると思います。結構マックで売ってるんですけど、これ私今回購入して、まああの中がいろいろオレンジ、それからゴールド、ブラウンなど結構いろんなカラーがあります。で、今回というか今度またこのオレンジ色とかこの色見つかって、結構あの夏らしい爽やかな感じのメイクをしていこうと思ってます。あのマックでアイシャドウ買うのは非常に久しぶりでございます。もうめっちゃ久しぶりなぐらい、2年ぶりぐらいちゃう。結構ねマックのアイシャドウってまあ持ちがいいから私結構使ってるから。じゃ次、マットリップです。レトロマットリキッドリップカラー、リッチレスストレスです。マットカラーになってるんですが、結構オレンジ色です。最近こういうあのスティックというか、まあ、あのグロスタイプの、色、こういうマットリップが出てるのかな、まあ、ちょっと塗ってみます感じです。オレンジと赤色が混ざってるな感じかな。これもあのマットなので、もう多分今までよりかすんごいマットなので取れにくいという感じです。紫のリップです。超紫、超パープルですね。これが、レトロマックの、リコレクションという種類になります。ほんまに紫って感じなので、クールなメイク、黒髪の方とかはすごい似合うなと思います。うわー、めっちゃ発色いいぞこりゃ。こう乾くとマットになるので、ほんまに取れにくいタイプになってます。最近新発売されてもうすぐ売れちゃったってやつで、これ1本しかなかったんです。これがリップスティックのタナラマという種類です。これはあの色とかじゃなくてゴールドになってます。これだけ塗るとあのメタリックな感じのベージュって感じになるんですけど、例えばこういうマットなオレンジとか紫いいですねのリップに、例えば赤とかでもいいですけど、これを塗った後にこのゴールドを例えば中心部分だけにのせてあげると、こう立体感が出て、光沢感と、まあ、メタリック状のリップになるのかな。またグロスとは違ってツルツルとかプルプルじゃなくて、こうコテッとした感じ、なんつったらいいか分からないですけど、まあ、そういうあの、ちょっと上品な感じのツヤ感が出ます。なのでちょっと今度これ使ってまたメイクしていこうと思ってるので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ次行きましょう。はい、次フォーエバー21で購入したものです。はい、こちらメイクブラシのセット2つ買いました。これ、まあ、あの私フォーエバー21のメイクブラシ一部持ってるんですけど、結構ね使い心地良かったんで、今回はこの、まあ、結構前からあるんですけど、ちょっと買ったやつをねちょっと今度使ってレビューしていきたいと思います。いや、あのね結構ピンクで可愛い感じになってますね。ヘアバンドです。これ買いました。ヘアバンド、まあ、あのメイクするときこれからこういうのも使っていきたいので、ちょっといくらやったっけ、290円買ってきました。安いね。スポンジーマックじゃない、フォーエバー21のスポンジはめっちゃ使いやすいです。私結構ずっと使ってます。柔らかくて弾力性もあるのでちょっと使ってます。でこれ面白いんですけど、もう一個買ったやつがマカロンみたいになってるんです。メイクブラシですね。これ多分ファンデーションブラシになるのかな、ファンデーションのブラシ1本190円、100均と同じぐらいです。大体もう見た目がいいよね。じゃあ次、
これ290円ですね。これは、ま、アイライナーですね。あのジェルライナー使うときに使います。スティック状のスポンジになってますね、こういう。でこっちリキッドファンデーションなど使うものです。これね、スポンジだから、例えば細かいこの鼻の部分とか、あの手のちょっとね大きいスポンジじゃやりにくい時に使えるものになってます。これは、パウダーですね。パウダー用のファ、ブラシになってます。ファンデーションかな、これはね、お粉とかそういう時に使うようになってます。結構あのフォーエバー21も安くでこれだけ買えるのですごくいいのでおすすめしてます。またあのこれ使ってレビューしていくのでぜひ参考にしてみてください。安くてね、特に私のお気に入りはこのピンク、やっぱこういうの可愛いから置いてるだけで楽しくなります。ぜひ参考にしてみてください。ということで今回はファンデーション、あ、違う、マックとフォーエバー21の購入品でした。それではまた皆さんお会いしましょう。グッバイ。